命をかけても欲しい。マドホニー。ネパール、ヒマラヤ山脈地帯の限られた場所でしか取れない珍しい蜂蜜があります。その蜂蜜は幻覚作用を引き起こす可能性があることからマッドハニーと呼ばれています。マッドハニーは長さ3センチにもなる世界最大のミツバチ、ヒマラヤオオミツバチによって作られます。彼らは標高線から3000メートルの切り立った崖に巨大な巣を作り、ここに自生するシャクナゲの蜜を採集しますが、このシャクナゲには幻覚作用を引き起こすグラヤノトキシンが含まれています。伝統的にここに住むグルン族だけがこの蜂蜜を収穫しており、崖にかけた何十メートルもの長さの縄ばしごに命がけでぶら下がり、数万匹ものミツバチと格闘しながら蜜を取ります。マッドハニーは呼吸器の疾患に効果があるとされ、紀元前1300年頃から薬効の目的で使用されてきましたが、現在は精力剤として1キロ約4400円で北米、ヨーロッパ、アジアなどに輸出されています。それが